シリウス号。シリウス号は、東京都と青森県八戸市、とわだ市、上北郡七湖町を結ぶ夜行高速バスである。なおすべての座席が指定のため、乗車には事前の予約が必要で、とわだ観光電鉄、国際工業の窓口販売の他に、ローソンミニストップのラッピー、ファミリーマートのファミポート、セブンイレブンのマルチコピー機からでも購入が可能。 2009年7月31日出発分までは JR の緑の窓口でも購入が可能だった。夜行高速バスブームに乗って JR バス関東と南部バスが八戸省中野バスセンター東京駅間国際工業とと和田観光電鉄が八戸池袋駅間を計画したため運輸省当時が調停に入り、 最終的に4社共同運行という形で1989年7月21日に運行を開始した。そのため、国際工業の拠点である池袋を経由し、JR バスのハイウェイバスターミナルである東京駅発着となった東京森岡線、現在のドリーム森岡号と同様、運行開始からしばらくは一往復に二台運行の携帯で運行されていた。 これも東京森岡線と同様が2005年6月1日に二往復に改められ JR バス関東と南部バス国際工業と東和田観光電鉄がそれぞれペアを組む形となった。なお、その後国際工業と東和田観光電鉄は重鉄三本木営業所東和田市への出入庫を活用し八のヘラピアバスターミナル三本木営業所のちに 戸和田市駅まで延長間の連絡バスを運行するようになったが、後に定期便化され、国際、重鉄便は、東京、池袋八戸、戸和田市間の運行となりました。当初より、シリウス号の愛称で運行されてきたが、2008年7月1日の出発便より、系統分割、副名称化され、ドリーム八戸、戸和田号と解消された。 しかし2009年8月1日の出発日により JR バス関東が撤退し名称が再びシリウス号に戻された JR バス関東の担当分は国際工業が運行その後 ETC 休日上限1000円割引制度で打撃を受け2010年6月30日出発日をもって南部バスも撤退した南部バスの撤退により翌月日より 運行回数も1日1往復に減便され、現在は国際工業と戸和田観光電鉄の2社により運行されている。2010年12月4日より東北新幹線の八戸から新青森間の全線、開業に合わせ、新駅、七戸と和田駅南口まで延伸されるとともに、同日より JR 東北本線から移行される。 青い森鉄道線への乗り継ぎに対させるため、八戸駅東口への乗り入れを開始した、同時に、七戸案内所、十和田藤屋ホテル、七戸行のみ、北里大学前も新たに停車。これに伴い運行経路も見直されたため、馬場、本八戸駅、桃石案内所の各停留所に停車しなくなった。また、運行経路変更に合わせ、片道運賃がに割引になる。 学生割引運賃、学割を他に設定した。2011年9月1日より、早期購入割引、早売り一を、同年12月21日までの月曜から、木曜の出発便、休日及び休前日を除く。ただし、同割引運賃は、座席数限定、購入箇所限定にて設定し、通常、片道運賃から約37%割引された。 同時に、八の平にて、三沢方面からの青い森鉄道との接続改善に反映させるため、同日出発便より7個と話題気発池袋、東京行きの出発時刻を15分振り下げる、イヤ改正を実施した。2013年7月1日からのダイヤ改正で、戸和田観光電鉄の岩手営業所の近くにある、カルマインターへの停車を行い、 岩手県北地域からの利用もできるようになったが、利用の少ない7個案内所と、再開発に伴い敷地内への乗り入れができなくなった、戸和田市駅の確定留所を廃止し、戸和田市中心街の戸和田市中央バス停と、戸和田観光電鉄の車庫がある、銃鉄三本木営業所、銃鉄側では三本木営業所と、案内されているバス停に新たに停車するようになった。なお、 予約、発券業務に関しては、上記共同運行会社2社一括で行う。東京都内及び岩手、青森県内のみの利用はできない。通常は、独立3列シート WC 付けの、ハイデッカースーパーハイデッカー車が使用される。なお、繁忙期に運行される、臨時便には4列シート WC なしの車両が使用される。主な使用車両は、 以下の通り、他客機における貸切車両運用時の車種、撤退した JR バス関東は、三菱不走、エアラクイーン、イスズガーラ、ボルボアステローペを、主に重当していた。南部バスは、イスズガーラ、ヒノ、セレガ GD を、主に重当していた。なお、南部バス撤退後の同社各使用車両については、その翌日から運行されている高速ツアーバス、 スターエクスプレスフロンティア号の車両として使われていたが自己廃車により2012年1月頃に引退している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。